まあ、の内閣不信任案のこともあります。こちらについては立憲民主党はですね、この国会最終盤の動きを最後の最後まで見極めて対応していくつもりですけども、どうやらその維新の会は、まあ、出す気はないし、立憲民主党が出したとしても一緒にやるつもりは全くないというような発言をしていると聞いています。まあ、大変がっかりな姿勢ですね。戦うことを忘れた野党、御用野党の本領がまた発揮をされているなという気がします。そもそも防衛増税反対っていうのは本気なのか本気じゃないのか、維新も問われるんじゃないでしょうかね。むしろ立憲が出すか出さないか分からなくても維新としては出すつもりだっていうのかなと思ったら、でそうではなくて早々に出さない宣言をしてしまうというところあたりがですね、まあ、御用野党だと言われてしまうことじゃないかと思います。その防衛増税に本気で反対であるならば、その手段というのは私はあり得ることだと思いますし、またそのまさに維新自身も文通費のことは言っていたのではないかと思います。答えを出さない自民党や岸田政権、岸田総理に対してもものを言わないのかというふうにも思います。なんか国会の最終盤の恒例行事みたいだからやりたくないなんていうですね、非常に子供っぽい理屈で言ってますが、じゃあ通常国会は恒例行事ですけど、通常国会はじゃあいらないっていう話なんですかっていうのは決してそんなことはないし、不信任案っていうのも恒例行事ということではなくて、出される国会もあれば出されない国会もあるし、国会の中で規定に基づいているこの不信任案ですから、出された時にはちゃんと国会の中で扱われる正当な手段であって、その正当な手段について当然、まあ、やるかやらないかということはその政党ごとの姿勢が問われるということですね。ですから今の岸田政権の、まあ、子ども予算の獲得の仕方、そして防衛増税の進め方、まあ、それを、まあ、是とするのか非とするのかというところ、もちろん不信任案を出すということだけが一生じゃないかもしれませんけれども、まあ、まさにその維新の姿勢そのものも、まあ、問われるのではないかというふうに思います。国会もあと残り1週間になってまいりました。この中でですね、さまざまな方から不信任の話が出てまいっておりますけれども、まあ、野党がですねどのタイミングで出したら解散を誘発しない内閣不信になるかなんていうですね、迫力のない言葉も聞こえてまいります。内閣不信任出すときは健康一滴で勝負するわけでしょ。アリバイ作りに内閣不信任出すんだったらこんなもの出さない方がいいです。そして与党も与党でどのタイミングでやれば自分たちが選挙有利になる、選挙の弱い与党の候補者政治家が勝てるか、もしくはどのタイミングで解散すれば来年秋の自民党総裁選挙に誰が有利になるとか損になるとか、そういう野党ともにですね、政治家の損得や建前で内閣不信任を政治利用されたらこれは国民たまったもんでは ありません。天文学的な数字の税金を使って選挙やるわけですし、任期はまだ2年であります。給料を上げる、日本の経済取り戻す、若干大手はこの春給料が上がったところもありますけども、中小零細企業や数多ある全国津々浦々の地方は大変厳しい状況ですし、帰り給料が少し上がったところも来年も再来年も継続的に給料が上がれるのか、価格転嫁含めてエネルギー代の高騰含めて国民生活が立ち直るのか、そしてもう一つは世界情勢厳しい中、自分の国は自分で守ると、コロナからやっと立ち上がろうしている時にまた9波がですねひたひたと来ております。この自分の国は自分で守る、そして給料が上がる日本経済取り戻す、これは国民民主党のスローガンだけではなくて今この国に最も必要な日本の柱だと思います。私たちは今このタイミングで莫大な税金を使って不信任をして解散して政治空白を作ってる場合かと、国民がそれを望んでるかと、私は答えはノーだと思います。馬場さんがこんなタイミングで不信任を出したら、そもそも何のために不信任を出すのか、何を問うのか、それが不透明なまま年中行事のように出してくる不信任には反対をすると発言したと報道で聞いてますけども、私も全く同じ考えでございます。政治家のための内閣不信任を政治利用するような政治には私は組みするべきではないと思いますし、それぞれ評価は分かれるかもしれませんが、絶好のタイミングで解散をすれば選挙で勝てたであろうタイミングで前菅総理は解散を打たず、しっかり仕事をすると言ってほぼ任期満了まで仕事しましたね。衆議院の任期は4年、参議院は6年です。まして今このような厳しい状況で私は政治空白を作っている場合ではないということを申し上げたいと思います。ファクターの宮島です。終盤国会の動きと泉代表の冒頭の話を伺いますと、やはり内閣不信任を出すか出さないか、それは最終判断だと思いますが、その中身に、要するに戦う野党と御用野党、本物の野党と御用野党というんですか、それをより分けるような意味での内閣不信任、そういう意味も今回はあり得るんだというふうに私は受け止めたんですが、叩き潰すと言われたわけです。
ですから、そういうことなんでしょうか。そこをちょっとまず伺いたいです。ありがとうございます。まあ、受け止めは様々かなと思いますが、まあ、私たちとして立憲民主党としては常に今の自民党がやってきている、特に今年の国会で行ってきている政治というのは、国民生活を最優先に底上げ回復させていかなければいけないのに、実質賃金が13ヶ月連続で下がっていて賃上げで沸き立っている場合ではないということだと思うんです。だから防衛増税にも、まあ、維新も国民も反対をしてきたのじゃなかったのですかと。じゃあその防衛増税を進めようとしている岸田政権には不信任案がかっこ悪いから出さない、これは政党としてどうなのですかと本気で訴えてきているということで言ったときに、その本気度というのは、まあ、やっぱり問われるのではないかと。私たちとしては本来はそういうどうしていくかということも含めて、防衛増税反対なんかで言えば、まあ、同じ主張をしていたのであれば、ちゃんと立憲民主党とも話し合いをしてですね、どう対応していくべきかということを考えていくということもあっていいと思うんですね。で、野党第一党としては常にその姿勢で、他党に対してはできる限り、まあ、理解を求め、また連携できるところは連携しようと言ってきたけれども、どうも最近見ていると野党の側から自民党の政治を変えていこうというよりも自民党との近さをアピールしているということが目立っていますから、まあ、そこは姿勢としては大きく違うのだなと、まあ、私は感じています。時事通信の木田です。はい、冒頭でご発言になりました内閣不信任決議案に関連してお尋ねします。はい、年中行事のようなつもりで出すんだったら反対するということですが、立憲民主党としてはその防衛増税に反対するのであるならば、その出す可能性はあると今朝泉代表は会見でおっしゃっていました。防衛増税を理由とした内閣不信任決議案の提出というのがあった場合、一緒にやる可能性というのはいかがでしょうか。我々は防衛増税に反対です。しかし防衛増税以外にどういう財源があるのか我々はもう提案してますし、増税はすぐやるわけではありません。これからどういう形で増税をやっていくのか、まずそのためには経済をしっかり立て直すということもありますし、他に財源はないのか、我々は日銀保有国債の一部永久凍結化ということを言ってますけども、いろんな財源もありますから、それはいろいろ価値観はあると思いますよ。しかし私たちはそれを理由にして本当に選挙をやる今タイミングかというのは様々、各党によって評価は分かれると思います。その一緒に立憲が出してきた場合に賛成する可能性などはいかがでしょうか。今の状況じゃ乗れないだろうね。さっき言ったように莫大な税金使って政治区画作ってる場合じゃないでしょ。安住さんならいいんですよ。はい、 BGM が流れました。あれわざとやってんじゃないのかね。